こちらのおにぎりのぬいぐるみ。作品名は、カバンの底でつぶれたおにぎり。つぶれ具合がなんとも絶妙です。作ったのはぬいぐるみ作家のマコスンさん。そのテーマは、日常に潜む小さい絶望シリーズ、全十六作品を SNS に投稿すると、八万いいね超えの大バズり。作品を見てみると、 割割るのに失敗した割り箸ちょこっと残った部分がうまく再現されています使いすぎて広がった歯ブラシあるあるですねマコスンさんの狙い通り投稿を見た人からは共感の嵐がみんな同じ失敗ししていいるのが嬉しいイラッとすることもかわいく思えてきます。